縫い終わりに使う玉留めです。縫い終わりですから布の裏側で玉留めを行います。後ろ側から手をしっかり添えて針を当てたら、そこに 2,3 回糸を巻きます。そして巻いた部分をしっかりと指で押さえ針を抜きます。糸が抜けないようにこの部分をしっかりと持って引いてください。左手を緩めると玉留めの位置がずれてしまいますので気をつけましょう。玉留めができたら余分な糸を少し残して切ります。これで出来上がりです。